桂木の一言出身者は、奈良県御世市森脇にある神社。式会社で、旧社格は、県社。一言さんや、一根寺さんと、通称される。桂木の三登録に東表して鎮座する。祭神は次の二柱。明治の神社名祭帳では、今年の主命、若竹村の二柱とするが、大和資料では一言出身に、有略天皇の廃止とする。 演技式神明朝での祭神は一座で、同調に、カツ座一言出身者と見えるようにもともとは一言、主神一柱を祀った神社とされる。この一言主神は、古事記等では一言主、日本書紀では一字主、日本原意では一語主とも表記される。教授も吉次も一言で言い放つ卓戦の神とされ、現在も一言で願いを叶えてくれる神として、 信仰されている。危機に、敬府は記されていないが、仙台球児本義では一言主神を元仙から住み子とのことする。有力天皇と葛城ラさんの多いこの一言主神に、関しては、日本初期、古事記における、有力天皇との対面説話が知られる。両書によれば、有力天皇が葛城の山中で狩猟をしていた際、天皇と同じ姿の一言主神が現れ、 天皇と狩猟を競ったという。ただし、古事記では天皇が王因語型な弓や百貫の衣服を神に剣じて拝礼したとして一言主神の方が優位に記述されている一方、日本書紀では天皇が物を剣じることはなく一言主神と天皇が対等に近い立場で記述されている。古事記の方が原初的と見られることから古事記の説話は一言主神の法彩士族とされる。 桂ツの氏が皇室外籍として強い勢力を持った頃の政治情勢を反映したもので、日本初期の説話は桂ツの氏勢力が衰えて一言主心の地位も低下した頃の情勢を表すと考えられている。さらに時代が下り、平安時代の日本霊域や今弱物語集では一言主心は縁の行者によって金さ山。 カツの山の間に橋を架けるために死役され、さらに、縁の行者の怒りに触れ呪縛された、と記されるまでに、真意の低下が見られる。なお、この死役の時に一言主心は、自らの顔の醜さを隠して、昼は働かず夜のみ働いたとされるが、その説話を受けて、松尾芭蕉は、旧の将軍に歌を残している。土佐神社現在は一言主心と、 味好き高彦根神を祭神とする。なお、俗日本記天平法治八年上では、有略天皇と狩りを競った高鴨神が土佐国に流されていたが、天平法治八年に、元の地に祀ったとある。しかし、尺日本紀書院小読み録の一節では、天平法治八年に一言主神を土佐から迎えて、 桂木野に祀ったと記されるほか、尺日本紀書院、土佐国風土記一文では、土佐の高家も大社祭人は一言主尊であるが一説には、アジシコをひこ,ことであると記され、文献上では一言主神と高鴨神との間で、書伝に混乱が見られる。その他に、オタノルイジやタクセン神という性格から、一言主神を、今年の使命と同一視する説もある。創建は不詳。 社殿では、現鎮地は一言主心が権限した地とする。国史では、歌唱3年に、桂城一言主心の深海が、肖像くらいに進められたと見えるほか、天安3年に1月に、12位、君二等に少女された旨が記されている。同年9月には、一言主心ほか初心に対して、風雨祈願の砲兵の剣士があり、 また、省略5年4月には、液質放火のため中富野氏を使いとする方兵があった。延長5年成立の演技式新名町では、大和国区上郡に、桂木座一言主身者名神大月寺ニーナメとして、名神大社に列するとともに、朝廷の月次祭ニーナメ祭りに際しては平白に預かった旨が記載されている。その後の変遷は不詳。かつては、 神社東南に神宮寺として一言字があったが、現在は廃寺となっている。明治維新後、明治6年に近代社格制度において尊社に列し、明治16年3月に建社に昇格した。入銀南本殿は明治9年の改築。一建社流れ作りで、屋根は銅板武器である。廃殿前には胃腸の古木があり、樹齢1200年とも言われ、 神木とされている。また本殿から西50メートルほどの地には岩坂が奥宮として祀られているほか、境内には神武天皇の土雲聖伐伝承に基づく雲塚が伝わっている。境内者カツの一言主身者で年間に行われる祭事の一覧、原点出典書籍サイト。ありがとうございます。